はい、昼ですね。まゆちゃんがいます。まゆちゃん、元気いっぱいやっぱ。これはスイカの皮で、ちょっと残ってますね。これね、数も残ってるから、この数はどうしようかなと思うけど、まあ、なんとでも食えからよ。まあ、これはこのまましておこうか。で、今日は、お昼からごちそう作るかい。これね、これ、トマト。トマトもう季節が終わりなんだそうです。トマトグルメの奥さんに言わせるとね。だから、じゃあ最後にこのトマトで夢を語ろうじゃないですか。夢、それはひき肉と、なんかいろんなものを詰めて食べる夢。バカだよ。ずっと小さい頃から夢だったんですけどね、やったことなかったですね。人参にピーマンに、あ、きゅうり食わなきゃね。きゅうりはサラダで食おう。きゅうりサラダで食うってことはポテトサラダがいいよね。ポテトサラダってことは卵を作って、ポテト卵を作りましょう。3つだけ作ろうかね、ゆで卵ね。4つ作ろう。なんかかんかと使い道はあるからね。まゆちゃん大好きだからさ、まゆちゃんのご褒美パヤッパー。はい、これゆで卵はね、これで作ります。よいしょ。これでね、この鍋久しぶりに飽きました。ちょっといっぱいこと、なんだっけ、いっぱいごとずっとしてたんで、ね、こういうのはこうやってね、水を少しだけ、このぐらい、3分の1ぐらいかな、このぐらいね。それでこれをそのまんま、こういう感じです。OK だね。それで、今、にじきゅうり、に、じゃがいも。じゃがいもはね、ちょっとマッシュポテトいっぱい作っちゃいましょう。マッシュポテト。ただ、茹でチンして、茹でするだけのマッシュポテトね。あんまり、なんていうの、じっくり、頃合いを見ながら茹でるとね、あんま苦手でさ、やっぱじっくり頃合い見ながら煮た方がいいってのはわかるけどね。それができないのよ、俺は。できないものをやれっていうことはもう拷問と一緒だよね。できないものをやれ、拷問と同じ。できないものをやれ、拷問と同じ。私は自由に生きたいのよ。けど給料は欲しいよ。まあな、世の中家賃収入者とかさ、山ほど悪いことして年金いっぱいもらってるやつだとかさ、何でも何でも天下りしていっぱいお金もらうやつら以外はあんまり甘くない。そしたら甘やもしするために俺たち苦しんだからさ、やっぱそんなのどうでもいいよな。どうせお前らだって施設で辛く寂しい死に方をするんだよ、ベビーベビー、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 ベビー。はい。なんでもいいやな。はい、じゃがいもを、電子レンジでチンしますけど、その時に人参をもう、こっからこっち側は、あれ、今使いましょう。それ、こっち側は、サラダに使います。このまま使ってもいいか。このまましよう。チンの、バカバカしい。切るのがバカバカしい、切るのがバカバカしい。あ、これ最後の方でやれてもよかったんだよね。実はもっと急がなければならぬものがあるのでございます。それが大奥の定め、それが大奥の定めなの。はい、大奥、それは女だけの、いや、結構男の人もいたらしいですよね。はい、なんか、まあいいや、やめとこう。
見てきたわけじゃないからさ、見てきたような嘘を言え。ほう、ここまでができたから次は、玉ねぎだね。玉ねぎ鉄板目の玉ねぎ一つ切る。鉄板目の玉ねぎ一つ切る。切るって言ったら皮むくだよね。鉄板目の玉ねぎ皮を剥かれたらみじん切られる。イカタ玉ねぎそんな痛がらないよね。玉ねぎってのはさ、ここにものすごいたくさんの生命が、この中にもう何十億という細胞自身、一個一個の細胞が生命ですからね。その人たちがみんなここの中で生きてるわけですよね。だからこれを銀河系と見なしましょう。はい、銀河系半分。そんな、なんで、この銀河系をこう細くちぎってやって、そうするとみじん切りになりますね。細く切るときはね、難しいね。銀河系のみじん切り、銀河系のみじん切り、あっちに見える足に薄い。ほう、その歌なんだよ。はい、じゃあ銀河系のみじん切り始めますね。銀河系のみじん切り、銀河系のみじん切り。面白いバカだ。みじん切りになってますよ、これも銀河系。一つの宇宙なんですよ。いや、宇宙って一つ二つ数えらんねえと思うよね。これこそが超ひも理論なんですよ。超ひも理論ってあれ、やっぱりセックスに強い男がいっぱい女をそれひも。やっぱちょっとバカ入ってますね、今日はね。バカが入ってますね。俺はバカ、お前は頭いい。 そんなことでいいのか。はい、これはここまで言いました。人参ね、これね、あ、結構アップするの忘れてた。とんでも8分、1,2,3,4,5,6,7、何でしょうかね。もう随分無駄話してる間に随分世の中進みましたからね。無駄話。ちょっと大きさが残るぐらいの、あの、人参の方が、人参はいいかもね。このぐらいで切ってね、こう斜めに切ったのをまた、こっち側からこうやっていくとね、ちょっと残った方が綺麗よね。私綺麗、あなた綺麗、僕も綺麗、みんな綺麗、綺麗。アンディ・ウォーホールが、カラテレビの宣伝で言ってたやつの真似です。アンディ、アンディって言えばあれだよね。なんだっけ、あの、ショーシャンクの空のアンディだよね。ザバ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 やっぱ、筋肉を、こっちの中だよね、大抵。フライパンはまだたくさんあるんですよね。こういう、あの、なんていうの、汚れ仕事をするフライパン、こっちね。汚れ仕事なんだ。いや、その、なんていうの、一生懸命頑張る仕事のことね。ほんで、まあ、こう、ちょこっと、どう、こいつが入りますね。このまま入って終わり。油とかはね、入れなくてもいい。ザバ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 。こっちちょっとお湯強すぎるね、火が。こっちでしょ。これこっちだと弱いからね。
まだこれパリパリコトコトしました。これでもまだ熱いってさ。これゆっくり油を出さなきゃダメですからね。一番弱火でね、一番弱火でいけいけいけね、ペッパー。ちなみにこれ昨日オリーブオイルで揚げたニンニク、これ使わなきゃと思ってね。使わなきゃ気に入りにいかなくて。でこれはトマト缶、この間ちょっと半分残ったやつなんですね。トマト缶が半分残っておるときは、おるときは、それ使わなきゃいけない。すると、ハリラスープの汁少ない版ですから、豆をね、遠くでくしゃみしてきました。遠くでくしゃみを聞きながら、はい、じゃがいもがちょっと茹でられております。これマッシュポテト用ね、マッシュポテト用だけどさ、果たしてこうスコット入るね、オッケーだね。じゃあこれこのまんま置いていきましょう。それで豆、これ豆をね少し入れてやろうと。こういう風に水が入ってる豆ね、水煮をそのまんま出してきてる味がするような豆が僕は好きね。乾燥してあってコロコロ音がする豆もあるけど、僕はあまり好みません。あくまで僕の好みです。好み。塩ちょっとちょっと多いか、これいいな。もうこれも塩じゃないろ。やっぱね、ほらそこが、ちょっと焦げてるのが分かりますよね。で反対してやるとほらちょっと焦げてますね。またこれで油が出てきますから、このまま進めましょう。それでここでハリラスープするのは豆とトマトでしょ。カードをもう一個取らないし、これは大事ね。この中に入れちゃうから。で、ここら辺にあったはずだよな。あったはずだよ、おとみさん。あったはずだよ、おとみさん。でっけえあれ、入れ物があったはずなんだけど。ねえかな。ねえねえ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 。一番下だろうか。いた！これね、探しました。そしたらこれをまず洗ってみましょう。トマトを2個洗う。トマトを2個洗う。はい、2個洗いました。2個洗いました。そしたらここを取ってあげる。この辺からこう取ればいいのかな。どっかいの。よくわからんがの。これはトマトの。このね、ピューレっていうか、トマトのやつの上で抜いてやりましょう。お、抜けたね。ここ入れてばいい。こうやって空中で手で持って指切ったりするとバカバカしいね。うん、これちょっとスプーンかなこれ。あ、いいかな。やい、もうちょっとこうやってね。トマトの種ってね、捨てられることが多いけど、まあこうやって取ってしまえばいいよ。はい、ゆで卵、もういいかな、もういいよ。
まだかな、もういいかな。ちょっと箸で、これね、こうやって箸で持って持ち上がるとき OK なそうです。で、これすぐに火入れて細かく割っていきましょう。そうすると中のあの中の熱い卵が水で冷めるときに小さくなる。膨張率はあの中の卵の方が液体の方が大きいから、殻はもうほらもうこんなポロンと落ちて、こうやるとすぐ折れますからね。はい、こんな感じで今もう一回しましょう。で、こっち見ましょう。おお、いい感じだね。でもこのひき肉の肉を全部ちょりちょりにするかどうかって難しいところだよね。今日はします。何してこれ、ニンニクね、ニンニク、これがニンニク、オリーブオイルです。これオリーブオイルとニンニクの元ね。はい、こっち側を、これは最後こう詰められますからね、いろんなものが。あ、ちょっと割っちゃったよ。まあいいさ。こうね、こうで、こいつも、なんかいいね。トマトにさ、あの、なんていうの、あの、イタリアのトマトとさ、地元のトマトがさ、互いにこう、愛し合うっていうのね、それいいよね。やっぱ、いいよね、いいよね。人生楽しいよね。ほい。これ、これね、ヘタです。へへへへ。まゆちゃん、食べたい？待て！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 よし！なんか今、俺ヘタ嫌だよって顔してるね。まあいいやね。はい。ヘタの嫌いなまゆちゃん、まゆちゃん。はいはい、じゃあこっちね、大体これで、登場人物は揃い踏みしました。こっち側はだん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 強い温度で上がっていきます。こうやってね、ひき肉はね、決してあの勝手にボロボロにしなくてもいい感じにボロるからね、それいい感じにボロりながらこうね、味が出てってるでしょ。もちろんこれね、ソブリットって言ったら玉ねぎをやりながらやってもいいよ。どっちも構わないですよね。もう人参とか入れてもいいんだけどね。まず、まあ、玉ねぎと人参が入りますけども、人参をまず叩いてやって。なあ、うまそうだろ？で、玉ねぎがこれから入りますね。油がたっぷりですって言ったら、うまそうだろう。たまない。たまない。ゴーゴー。玉ねぎにね、うまみが入りながら、玉ねぎの外側を叩きながらね、中にうまみ入って、だからあんまり細くなるのはわしは好きでないよ。あんまりあの、あんま茶色が厳しくなるのが好きじゃない。ピークってましたね。ね、これ随分少なくなるところまで行きまして加熱するからね。で、
としきり味が回ったねというところで、ピーマン、ピーマン、ピーマン、ゴーゴーピーマン、ゴーゴーピーマン、はい、やっぱうまそうじゃろ。これね、なんかソフリットなんだけど、まあ、いろんないいこと言う人いるから、俺は正直言って一言で言いたい、なんでもいい何でもいい。ちょっと今熱をかけ続けてる間にキュウリをちょっと刻んで、サラダの材料を作りましょう。これは鋼の包丁はいいですね、やるんだったらね、細く切るから。薄く切るから、薄く切って細く切る。ここでひっくり返すといいけどね、俺は大抵面倒だからしないけど切りやすいよね、こういって半分までいって返してやると残り半分がまた切りやすいんだよね。んでこの人たちかな、マッシュポテトと人参、ここまでで人参そんな多くなくていい、どうだか。はい、これでサラダ用の野菜ができたね。これも半分でいいね。あ、やっぱサラダ用の野菜ができたよ。サラダ用の野菜、これ、随分そこの方が得意と思いますかね。ちょっとじゃあここら辺でトマトを焦がすことができそうなんで、さっきここにね、だしトマトのこれが残ってますね。トマトのあの芯のところだね、これね。この人たちはね、ちょっと早めに入れてやる。はい、そしたらキュウリで、お豆、もうソフリットはもう十分だよね、みたいな感じで。そしたらところでお豆、ね、ちょっと今水分がね、を助けてよって言ってるから、そこにこう、おー、今殺菌するでいく感じだよね。で、ここにトマト入るんだけど、トマト入る前に赤ワイン、赤ワイン、これは、鍋底のね、うまみを持ち上げたいから、こうやると鍋底にある焦げがね、感じするからね。で、おいしさを入れてあげよう。ほら、ほう、で、アルコールが飛ばないとダメね。飛ばないうちに次の入れちゃったりするとあんま美味しくない。次のってのもまたソースですけどね。あ、いくね、ちょっと4ミリメーター。で、この人ですね、トマトスープ、トマト缶だね、トマト缶が入るんですね。まずじゃろ、でこれは塩だけで味入れてますから、もうこれで十分美味しいと思うんだけど、
もうちょっとしょっぱみ、しょっぱいとな、トマトとこれ合わせてみるからね。ほんと塩と胡椒だけだから。ただ赤ワイン入るし、ニンニクを煮てるから旨味はものすごく出るからね。これはすごい大事なことですね。もうちょい煮詰めてから入れちゃおうか。こっちよりもね、火をつけてますって。中段に入ればいいかな。中段、ね、ここに入るとしましょう。もうちょい煮ましょう。煮詰めれば煮詰めるほど味が中に入ってって美味しくなる。で、こっち側に戻ってきて、もうさっき作ったこれマッシュ、味すぎますか。じゃがいもは味すぎし、美味しいし。ゆで卵もう一個だね。スポンと抜けます。スポン、スポ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 ン。チーズが足りなかったかな。まあいいよ、ちょっとやってみよう。これでもういいぐらいかね。もうちょいって感じするけど、まあもういいでしょう。はい、ではこれをこっち持ってきて、ストップ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 、ゴー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 ヤン。はい、じゃあここに入ります。内側はジューシー、ジューシー、毛だらけ、猫灰だらけ。なんでこんこつ、うまそうじゃろ。マッシュポテトか、マッシュポテトはね、うまみをずっと吸ってくれるの。これそれがすごくおいしい。卵も持ってきちゃう。周りにも盛り付きかよ。で最後はね、ミックスチーズ、ミックスチーズ、ミックスチーズ。これなんだよおい。これはもうちょっと入れ物が大きいつもりでしたよね。これ出来上がったらこうスコッと取って皿に食べるんですね。はい、じゃあこれがあちらに入るということで、
15分か20分だよね。これですから、はい、入ります。はい、ね、あと15分ぐらい最高温度にしようか。今日は珍しく最高温度でいきましょう。で、こっち側をちょっと片付けますか。チーズはまだ、チーズにもう片付けばまだちょっとですね。はい、ゆで卵をね、もう塗っときましょう。まいちゃんと、まあこれはすんなりとろっと塗ります。こういうね、これはまいちゃん食べたらある、食べたらある、お前のじゃないんだよ、お前のじゃないんだよ、食べたらある、食べたらある、おいしいご飯を食べたらある、それは生命すべての望み。はい、キュウリあげた。はい、生命、旧生命すべての望みということで、ポテトサラダをちょっと作りますか。あ、いけない、15分回すのが出てる。13分回しましょうか。はい、じゃあ生命すべての望み、なんかどっかから何かに音がするの、どれで作ろうか。これ油じゃない、このままでいいね。ね、このノワリ、はい、ね、潰してマッシュポテト乗せて、ニンニク、キュウリ乗せて、キュウリ乗せて、これは好きなだけね、入れて味しましょうか。まあ、そうじゃろ、まあ、これだけでもなんていうの、人生優勝って感じだよね。人生優勝、本当ございます、ありがとうございます。何それ誰ポテトがねちょっと残ってたりするところがまた美味しいよね。この人生優勝サラダのいいところ、人生優勝サラダってんだこれ、今聞かれました。はい、人生優勝サラダ、ごちゃんです。はい、あれができるまで待たないといけないから、どうですか。これはね、そのままパスタとあえても美味しいですね。スープ多めにしてもカリラサラダになる、カリラスープもあるし、このまま食っても美味しいよね。豆とひき肉はね十分味入ってますからね。今こうやって焼けたのを待ってる間は後片付けたいので、でもあんま石鹸とかで飛ばすと食べ物に入るの僕嫌いなんで、焼いていうか、まあ、入っても別に肉が多いんじゃないですか。あんまり嬉しくないから、結構使ってしながらします。で、ハリラサラダは、ポテトサラダを、ポテトはどこに入れようか。ここでいいかな。うわ、落ちた。マイちゃんが行きます。マジ行け、食べてますね。はい、じゃあまたの肉詰めありグラタンはどんなだ。もうちょいとだね、どう考えてもね。今一生懸命焼けてます。はい、じゃあもうちょっと片付けて、
たら出来上がりですね。じゃあ皆さんも美味しいご飯で元気でね。バイバイ。あんな感じよ。こんな感じだ。デイビー、バイバイ。はい、15分経ちました。じゃあ見てみましょうか。はい、パイアッパー。よし。アップ。なすじゃろ。はい、美味しそうですね。まあ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 、今日はね、トマトを埋没させましたね。ハリラスープっていうか、ハリラの中にね、これね。で、その上でこうやってグラタンしました。グラタンしたから、すごいね。なおかつ、トマト自身がじっくりコーンって感じで、煮えてくれてるから、汁が随分出てるんだよね。まるまる俺食っていいのかな。お、パリパリ言う。パリパリ言うね、パリパリ言うね。下の方が生だろうけどさ、トマトって生で食ってもいい食い物だからさ。おぉ、まっすぐじゃろ。これをこうやってね、かけてあげれば。なんか、イタリア料理系だよね、どう考えても。どう考えても。はい、それで肉じゃががね、ちょっとあるんで、これも食べてやれ、肉じゃがも食べてやれ、肉じゃがも食べてやれ。で、サラダね、これちょっとここに置かない方がうまそうだね、ポテトサラダね。ポテトサラダは別皿に、これちょっと入るですね。腹減ったもん。これポテトサラダだよ。自分で好きに作るポテトサラダっていうの。料理っていうのはね、食べるとき好きなもん取って食えばいいわけですから。はい、ということで皆さんも美味しいご飯食べて元気に過ごそうじゃございませんか。これ昼飯よ。バイバイ。